自分が工作してるところの田んぼのあぜの草刈りです。例によってまだ短いんですけど、早め早めということでまたやります。1時間ぐらいですかね。なかなかコメントで教えていただいた通りにのうまい感じで枯れないですね。ちょっとまあ自分の技量のなさを痛感しています。いやなかなか難しいもんですね。まあご覧の通りこんなに短いうちに今買ってます。これで前回からちょうど今日で3週間ですかね。だいたい私の周期で、3週間に1遍ぐらいということで、まあ計画でもないんですけども、まあ多少の計画を立ててやってますが、もう夕方とは思えないです。もう6時なんですけど暑いです。めっちゃくちゃ暑い。この水路に落ちた草なんですけども、まあ多少海まで流れていくかもしれないですけど、
まあ、一応この下流のところで、スクリーンかけてるんで、まあ、終わってから、冷気でそれを、取り除いてます。まあ言い訳です。唐突に終わりました。はい、またクローバーの多いとこ行きましたけども、そんなじゃなかったですね。ここはちょっとマムシは最近あんまり出ないんですけども、青大将が結構ここの中に隠れてることがあって嫌なんで、それでまあそういうのもあってちょっと早めに買ってます。終わりました。こんな感じです。もうちょっとで夜の7時になっちゃいます。草刈り終わったんで、またちょっと体重計で測ってみたいと思います。やっぱり始める前は 65.5 でした。63.8 です。ちょっとそんなでもなかったですね。残念です。